はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加用麻里乃です。今日はですね、旧三宅シリーズ第3弾ということで、やっていきたいと思うんですけれども、今ですね、旧三宅が再注目されているということで、日本はですね、戦争に負けてしまって、11の三宅が民間になったわけなんですけれども、その、民間になった三宅、一つ一つですね、非常に、歴史、そしてストーリー、話がね、いろいろ様々あるので、ぜひね、日本人であれば知っていただきたい、そんな、思いを込めてですね、旧三宅を紹介するシリーズということで、やっております。で、今日はですね、その第3弾、ラストということで、早速ね、ご紹介をしていきたいと思います。過去の、動画もぜひ見ていただけると嬉しいです。ですね、ごめんなさい、一番最初、茅野三宅なんですけれども、これ、茅野思いますよね。私ね、名前加用麻里乃なんですけれども、この、茅野三宅、この加用っていうのは何か、ゆかりがあるんですかとか、そういうさまざまな質問いただくんですけれども、ゆかりがあれば本当にね、名誉なことなんですが、全くね、ないと、まずそもそも茅野と呼ぶんで、読み方が違うということで、残念ながらないんですけれども、茅野三宅のですね、正則さんという方がいらっしゃいまして、この方は今現在で、茅野三宅の、当主が正則様、宮内庁で、お勤めになられているという噂でございます。で、天皇陛下とは同級生ということで、非常に天皇家とのですね、縁が深くあるということでございます。そして、2つ目、浅香宮家の、浅香宮家でございます。この浅香宮家、安彦王で陸軍大将で、軍人として非常に活躍された方なんですけれども、この安彦王、本土決戦を唱えるなど非常に強固な、姿勢を持っていたということで、非常にね、すごいね、パワフルな、軍人になったわけなんですが、日本がですね、戦争に負けてしまいまして、安彦王はですね、その後、非常にゴルフに明け暮る悠々自適ゴルフ三昧の生活を送るわけなんですが、日本一のですね、名門ゴルフクラブ、東京ゴルフクラブというところ、名門のゴルフクラブがあるんですが、ここの名誉会長になったりとですね、ゴルフの宮様と言われているんですが、このですね、東京ゴルフクラブ序盤なんですけれども、昔はですね、東京の駒沢にございました。で、この東京ゴルフクラブは、埼玉の朝霞市に、移転したわけなんですね。で、このですね、埼玉の朝霞市、もともとですね、この朝霞市という場所はですね、もともと朝霞という名前じゃなくて膝折り村というですね、名称の村だったんですが、東京ゴルフクラブがね、移転して、朝霞市という名前になりまして、この朝霞市というのは朝霞の宮様からですね、取って名付けたというふうに、言われております。で、朝霞と言いましても、こう字が、漢字がですね、違うんですが、この漢字がですね、違うのは、この朝霞の宮様からそのままですね、名前を頂戴するのは、恐れ多いということで、埼玉の朝霞市の朝霞の字がですね、この漢字になったということで、あります。そう見るとですね、地名というのは歴史をね、歴史や、ストーリーを、いろいろ含んでいて非常に面白いなというふうに思います。そして最後、東伏見宮家ですね。本家はですね、すでに1955年に、断絶してしまっているんですけれども、一人ですね、非常に面白い方がいまして、東伏見、次号さんという方なんですが、この方ですね、1931年に親戚降下ということをしてまして、親戚降下というのは、民間にですね、皇族というのは戸籍がもう民間の人と全く違いますから、その戸籍をですね、民間に、する、民間に移すということで、民間になるといっても非常に地位は高いわけなんですが、民間に、1931年に親戚降下された。1931年というのは、どういうことだというと、日本がですね、戦争に負けたのは1945年ですから、1931年っていうのはどうしてかと言いますと、それまではですね、皇族が非常に、増えてですね、財政的にも、大変であった、皇族はですね、
民間にですね、ちょっと移していたと、移させられていたというような、ね、まあ、背景があって、まあ、東伏見、地方さんは1931年に親戚降下をしている。でその後ですね、松蓮院というですね、京都の、非常にですね、名門の、まあ、由緒正しき、まあ、有名なですね、お寺が、あるんですが、そこの門主に、なるということで、門主になったと。そして現在は、現在と言いますと、その後はですね、息子が、それを継いでいるということであります。でこの東伏見、地蔵さんという方は、103歳まで、生きたということで、皇族の中ではですね、一番の長寿というふうに言われております。でちなみになんですけれども、初代天皇陛下の神武天皇、この方は、神武天皇126歳まで来たと、言われているので、神武天皇と比べるとちょっとあれなんですけれども、その、神武天皇に関しては諸説いろいろあるので、何とも言いませんけれども、記録として残っている、皇族の中での一番の長寿をであったのは東伏見、地蔵さんという方であります。まあ、そんな感じでね、旧三宅シリーズということで、ね、いろいろと今まで紹介させて、いただいておりましたけれども、本当にね、今、まあ、ちょっとね皇族に関しては、まあ、非常に日本はね抱える問題があると思います。ただね、本当に、ね、旧三宅ってまたね再注目されているということで、多くの人に、まあ、どういったね家であるのか、そしてその歴史とかをね、よりね、知ってほしい。この簡単な、ね、動画ではあるんですけれども、それをきっかけにね、調べるきっかけとかになったらいいなと思って動画を作りました。そんな感じでね、旧三宅シリーズ、第3部作ということで、ぜひね、1つ目2つ目もね、皆さんに見ていただければ、嬉しいです。今日は以上です。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。